続いては赤緑の皆さんです。名はブラウンシャイです。幅広い年代層が集まり切磋琢磨して一つの作品を作り上げることを目標に活動しています。時代の変化もポジティブに楽しみ、まだまだ赤緑マインドで踊り続けます。それでは赤緑の皆さん、よろしくお願いします。バレエの会場にお集まりの皆様、こんにちは。風見鳥と申します。我々親子中心になったチームです。なんとなくゆるい癒しが特徴ですので、ぜひご覧いただきたいと思います。皆様に笑顔と元気、そしてよさこいの楽しさをお届けできるよう精一杯演舞させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。この風は色とりどりの思いを固めかせ、私たちを新しい世界へと誘う。踏み出した未来はその先へ。尊重し、互いの成長を妨げず、お互いの思いに互いを高めながら、私たちの歩みが続きます。これは私たち